着地と同時に全開、アクセル踏み抜いて。うん。近年アニメ制作会社やクリエイターが企業と積極的にコラボレーションを行う CM が増えています。海峡トンネル、その背景には一体何があるのか。アニメ広告ビジネスの最新動向を徹底検証します。まずはアニメ CM の歴史と流行を知るために、 CM 総合研究所の関根さんにお話を伺いました。まさに今から60年前テレビ CM はスタートしたんですけれども、1950年代にはサントリーのトリスウイスキー、アンクルトリスというアニメーションのキャラクターですとか、有名なところでは桃屋の、三木のり平のアニメーションですとか、もうテレビの、CM が始まった当時から、テレビ CM とアニメというのは切っては、離せない、すごく親密な関係にあったと言えますね。ここ数年のトレンドとして懐かしのコンテンツを題材にした CM というのは非常に消費者のマインドをつかんでいるんですね。その中の代表としては、国民的アニメーションのドラえもんを実写化したトヨタの企業 CM リボーンですとか、あるいはそうですね、アルプスの少女ハイジを題材にした CM も数々見られまして、トライ、それからエースコック、昨年の企業好感度を大幅に今年上回るスコアを残しております。CM 総研の調査によると、2012年最も好感度が高かったのはソフトバンク。しかしドラえもんを実写化したトヨタの大幅な上昇率や、巨人の星を実写と融合した KDDI など、アニメキャラの人気の高さを読み取ることができます。やはり代表的なものは日清食品カップヌードルのフリーダムプロジェクトのシリーズが挙げられるかと思います。その当時 CM 好感度では非常に上位を席巻した CM シリーズでしたね。主な作品をリスト化していくと、大きく4つのジャンルに分類できることが判明。1つ目は企業独自のマスコットキャラクター型。2つ目はアニメ作品とタイアップし、グッズ展開や映画の宣伝を行うもの。90年代からはアニメキャラをいわばタレントとして起用するパロディ型が目立つようになります。そしてここ数年で急増しているのが、企業とクリエイターとのコラボレーション型。年代ごとにグラフ化してみると、2010年以降はまだ3年間にもかかわらず、パロディ型とコラボ型の割合が非常に高くなっているのがわかります。そしてこの新しいトレンドを多く取り入れているのが、実は自動車メーカー。コラボの仕方もユニークなものが多いんです。